はいどうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は2月14日。そう、バレンタインデーだね。チョコレートはもらってないけども、プニプニのエルゼメキアからガチャコインもらいました。ありがとう、エルゼメキア。ありがとう。今日は回します。うん。超ニャンボコインだよね。これね、どうだったっけ？最初にノアが出て、それからがね、もういいの出てないのよね。うん。まあまあ、SS だから、いいやつっちゃいいやつなんだろうけど、Z が欲しい。うん。Z のさ、なんかアタッカー1体来て欲しいんだよね。まあ、今までで、一番いい、アースウォーカーノアは当たりました。他がね、ダメなんで。ちょっと、この、今日のね、バレンタインデーで、素晴らしいやつ、期待しておきます。はい。では、早速、いきます。もうほぼ無課金でいくからね、こういうイベントっていうの、本当にありがたい。めちゃくちゃありがたいね。では、頼むよ頼むよ。だいたい赤が出るとダメなんだよね。うん。ウィスパーが出て、キラキラキラーっていう、8頭身ウィスパーが出てくれると、ほぼ確定。いきます。頼む。おお、これはちょっと期待できるかも。これは何もう、期待させといて、これ、ゲントツナースってまあ、初めてのキャラクターだけど、これどうなの？強いのかわかんない。ちょっと、見てみましょう。いや、SS だから、あんまり期待はできないと思うけども、ゲントツナース、あ、でも、ポカポカか。ポカポカならいいとしましょう。あ、一応、アタッカーなのね。一応、アタッカー。微妙です。いやー、もうほんと全然ダメだったな。全くダメだった。まあ、次ね、イベントもまた始まるので、そこのニャンボコインで期待しとこう。まあまあ、もらえないよりはマシなね、やつだったんで、よしとしましょう。それでは、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。